ハドンフィールド、ランプキンレーンにて、ゴーストフェイスでやっていきまーす。さあ、付け回しした後の、時間が長くなったりと、少々強化されたゴーストフェイスくん、そして、アドオンがガラッと変わったので、その中から、ベリーレアのアドオン2つ。こちらの付け回しが完了して、相手がワンパン状態になると、その人が披露するやつ。と、この闇の法要を解除された時、ゴーストフェイス君のことを見つめていた生存者が疲労になるというアドオンが今行きました。いきなり見つけられた。だけどこの人疲労してるはずやから5秒間ね。なんでよしよし、窓ないね。ずっと走ってるよね。この人は疲労してるはずやから、もしデッドハードがあったとしても吐けないはずというような構成になっています。闇の法要を解除されたらその人が疲労の方が使いやすそうやな。うい。ワンパン状態になったらそもそも一番の天敵、デッドハードを吐けないもんね。お、なんかいる。くしょ。さらにパークの不安を煽るものと血の共鳴でめちゃくちゃ疲労させたい。疲れてほしい構成になってます、今回は。よし。で、新しくなったランプキーレーンですね。これ来るんじゃないかな？あっちで回してたん絶対2人やろ。ね。そうですよね。よし、これでローリーが拾う。とか言っても、この状態だと、しなやかとか、つま着の警戒ぐらいになるけど。よし。この人も、悶絶の服行こうかな。よっしゃ。今回は共鳴する苦痛で、一番進んでる発電機をドカーンとさせつつ、この釣った人に苦痛という名を玉張る、はい、これで重症出血状態にしていくという感じですね。これはあ、無理か。どうしようかな。そんなに貯められへんかったから普通に折ってもいいか。この人疲労してるしね。よしよし、少し取り、一発切れるな。ああ、あ、でも間に合うね。よかったよかった。広い、ここ。車2台により、すごい板は強くなっちゃってる。ここに一人やろう。この人おっていいかな。よーし。見ました。華麗なる。お、これ、いいっすね。これ釣り交換しとこう。よっしゃー、しゃがみフェイントからの2ダウン。この人ももうボロ体でもいいや。殴っといてちょっと遅延させよう。ういボロ体なし。これはこれは、あー、あ、起こせるか。まあいいか。これ欲張るとね、全員起こされたりするんで、もう釣っちゃうわ。もうすでに相当アドやし。オッケー。へい。で、この人がまた重症状態になりの、ああ、もう、ええか、担げ担げ担げん。オッケー、DS なしかな、合ってる。あ、違う。いや、これ、こうしてたら救助来るわけよ。ね。なので、よし。これは釣り交換入れとかんと。もったいない。で、これ板1枚。この辺の板、バリ強いから、ランプキン。これも蹴るしかないやつね。ランプキンなぁ。まあ、板の枚数はいいんやけど、一個一個がめっちゃ強いんよな。まあ、それはいいとしても。家ん中の窓が結構強いのあるから、それがしんどいね。新しいランプキンレーン。外の板はまあまあまあ、めっちゃ強いの多いけど、まあいいでしょう、みたいな。あ、今、血の共鳴待ってもよかったっすね、プールタイム。さあ、でも、まだ全然、怪我治せてんのは一人だけやから、奇襲でドカッと行きたいな。危険じゃない？ほい。あ。ねえ。前か。よし。で、おっと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 った。フィンツ。
あ、見てる。ふっ。おお。倒さない、マジ？我慢が効く子ね、あんた。よしよし、これいったやろ。オッケー。そんで。んーで。おらん。よしよし。じゃあ釣りまーす。回復してたかな？よっしゃ。これで、回復はされたけれども、まだ2ダウンの状態なんで。おぉ、それ切られてくれるのは美味しいな。こっちのアドバンテージは揺るがない。よっ。起こされる。あ、こっちの人かな。血の共鳴聞いてるから疲労なんよ。デッドハードがあっても間に合わないから。ふっ！よし、で、話。OK。まあ、釣るか。どんどん釣ろう。んで、救助入るかね。じゃあ、もう一回。これさ、共鳴する苦痛発動してないから、全然回せてないよね。まあ、ツーダウンの状態が結構続いてるから、それは回せないよね、という。なかなか。で、共鳴する。血が共鳴する！オッケー！デッドハード吐けないの快適すぎる。今んとこパークがめっちゃ刺さってるね。血の共鳴が。アドオンはね。あ、もう一人か。おー、これは、さすがに勝てるんじゃないかな。これ発見された時に、お、披露するっていうの。はい、これで披露しよう。いいかもなぁ。で、普通に2回殴ったり、その負傷してる人を見つけた時に、急にデッドハード使えなくなったりするもんね。こっちの法要を解除したら。でも法要を解除しなければ、探知不可やからチェイスしにくいし、なかなか、二択を迫れていいんじゃなかろうか、このアドオン。結構気に入ったぞ。ワンパンにした人を疲労にする方は、いまいち、そんなに使い道ないかな、って思うけど。どこだ？おらんなぁ。やってんね。あ、これ絶対猫ついてるわ。今一瞬書こうって言ったけど、発電機離したから、まあ、視点を動かしたときに猫が反応したんやろ、ね。見つかったな。どうする？まあ、これもう発見してもらって、拾わせるか。ワンパンワンチャン当てれるか。あ、いけそう、いけそう。あー、くそ！チキショー！どうするこれ。強いなー、この板。これはもう倒してもらって。あーはは。ちゃんとこれワンパンにしたい。待って。これはもうちょっとで闇の包囲溜まるからワンパンにしたい。OK。倒してもらって。OK。んで、離れての。ここで行こう。OK。あ、待ってか。よーし。はい。ちょっと無理やりワンパン決めたな。でもこれ無理やりワンパン決めるのも大事なんよな。2回殴ったらさ、1回負傷ブーストされるってことは、1回スプリントバーストを吐かれるっていうのと、同意義やからな。で、さらにその後にデッドハードも吐かれたらもう大変よ。ワンパンって強い。よーし！救助に来るか！ここで見といたろ。来ないか。さすがに。さすがにバレるか。こんな露骨に見てたら。おー。残念、解除失敗。あー。よっしゃーい。というわけで、かなり生きたね。血の共鳴と、アドオンの方は、見つめられると、素直におしゃべりできない、疲労になっちゃう、やつ。これ結構いいな。思ったより良かったわ。闇の法要を無理に解除しちゃうと、
疲労しちゃうから、デッドハード履けなくなる。これいいよな。で、チノキオメイトマインドブレーカー、いい感じに生きて、ほとんどデッドハードを履かせずに、いけたんじゃないでしょうか。これでさ、でも、リザルト見て、デッドハード誰もつけてへんかったら、あ、そうですかってなるけど、ちょっと待ってくれ、つけててくれ。頼む。あー、3人つけてるね。よかった。ということは、ほとんど履かせなかったということで、いい感じに勝利できたと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。